ウーマンドリーム、ウーマンドリーム、よろしくね。ウーマンドリーム、見上げてごらん、夜の星を小さな星を小さな覗きに立ち聞きはあまり感心しませんな。若月紫苑の芸を盗んでいたというなら話は別ですが。関さん、ん、私ずっと不思議に思ってました。なんで若月紫苑さんのマネージャーがわざわざローマまで来て、私の母は消えた、私に母を諦めろとか、そんな芝居をしたのか。その訳はすぐに分かるっておっしゃってました。ごく近いうちに分かるだろうって。で、分かりました。多分それが正解なのかどうか私の口からは申し上げられません。おはようございます。ああ、おい、時間切れのようですな。紫苑さん、お待たせ、参りましょう。おはようございます。おはよう。おはようございます。昨日の放送すごく良かったよ。ありがとう。謝りに来たんだったらもうちょっと話したかった。まあ変なこと聞いちゃうんだけど、うん、お母さんの子守歌って覚えてる？さあ、全然だね。あやしてくれたり、うん、寝かしつけてくれたりするときにいつも歌ってくれた歌っていうの。いや、記憶にないわ。あら、リアちゃん、来てたの？この度はね、私の身代わりみたいな形になっちゃってすみません。いいのよ、そんなこと気にしなくても。この子のね、それが運命なの。ねえねえ、おふくろ、昔昔にさ、私に子守歌とか歌ってくれちゃったことある？あるわよ。私その頃さ、芸能人やってたもんだからさ、あんたを抱いてね、練習なんかしてたことあるの。それで私歌えたになっちゃったんだね。こいつ大丈夫？大丈夫？ひろこれだ。はい、あ、氷川さんかで、うん、ハイヤーやめて車買うって。嘘で、その車はヒロさんに運転してもらおうって言ってた。やったね。まあ、どうせ妹のおじさん車だろうけどね。うん、うん、リナ、お母さんの手がかりでも。え、なんとなく。うちもさ、親父いないんだけど、どっかに生きてるらしいんだ。昔、一度だけ、小学校の時に、お袋言わなかったけど、多分あれが親父だろうって人に会ったことがある。分かった？言われなくても分かった？リナは？感じた。この人、母親かもしれないって思った。どんな人だった？素敵な人。とっても素敵な人なんだけど。
さ出会いの未来があるから、今はここでそうバイフォーナー、オーバイフォーナー街じゃ言えないけれど、誇りに思うよ君の横顔、オーバイフォーナー上等切ないけれど、今はこの場所でバイフォーナー、僕の瞳が想いに輝くよ、誰もが微笑んだ君の笑顔忘れはしない、出会いの未来があるから、夢叶う日まで今はここでそうバイフォーナー、この番組はいつも暮らしの中にライオンとご覧のスポンサーの提供でお送りします。小便臭いアイドルさんとは違うんだぞ、ちょっとみんな聞け、彼女にはすでに強烈なイメージがある、そのイメージを超えるインパクトが今後の展開には必ず必要なんだ、いいな、けどこのデザインは部長も OK してますし、部長はなかなかいいじゃないか、まさか僕がクビにしたあのデザイナーをまた、そうだ彼の仕事だ、メジャーな仕事をやらせてやってくれと俺が知り合いから頼まれてな、はい伺いました、しかし彼はダメです、力不足です、これもボツです、どうしてもかね、どうしてもです、結城内は私が、君じゃない、伊藤翔司が彼女を育てたな、今日忘れんじゃない、昼間会社で機嫌よく仕事をしてるときに君の顔を見るのはあんまりゾッとしないな、あまり機嫌はいいとは思えないけど、もっと機嫌が悪くなるお土産持ってきたの、サルタ、はい、サボるな、腕立て100回、はい、何の暗号だ、この間調べ物があって昔の週刊誌を見てたの、そしたらその中に少女歌手朝倉光子ってグラビアがあってね、その子の顔がナエちゃんそっくりだったのよ、それでなんとなくピンときちゃってその朝倉光子のこと少し追跡調査したの、そしたら名前を変えて再デビューする前の若月しおんだっていうじゃん、ナエちゃんの本名も朝倉だから、うん面白い話だ、私一生に一度あるかないかのスクープに巡り合ったのかしら、その先はもう調べたのか、いえまだこれから、話し合う余地はあるのかな、ごめんねずっと好きなのに
行くぞ、乗るぞ、帰るぞ、マグロバザー、乗るぞ。お待たせ、行こう行こう、ね、行くぞ、行くぞ、はい、スポーツ終点最後、今日はまずよ。マグロの、マグロの話しかしなかったよ。マグロしか食べないの、そして信じられない。新宿でマグロ行きたくないね、酔っ払いの話なんか。あ、今、これはあのお土産、お母さんの分もあるぞ。はい、お土産、お母さんの分もあるぞ。リランチ回って、母さん家でいいですね。いや、今日は家へは帰らない。広いトイレ出たら落としてくれ、タクシー拾うから。タクシーなんて拾わなくったって、どこでも行ってあげますよ。どこでも、愛人宅でも。いいよ、そんな気使わなくて、落としてくれ、どっかで。なんか使ってねえよ、どこでも行ってやるよ。私はあんたらの付き人風情、運転手さんだからね。そんなこと思ってない、思ってない。思ってるよ、思ってるから。そんな風に二人とも後ろに座ってヘラヘラしてられるんでしょ。なんだ、またいつものやきもちか、妬みか、何余ったれてるんだ、ヒロ。いろいろお世話になりやした。おい、ヒロさん、私はあんたの相談相手だ。友達のままでいいって言ったって、付き人は付き人だからね。私やっぱり耐えられない。助手席ずっと空いてたんだ。いつかあんたが隣に座ってくれると思ってた、昔みたいに。友達だったらそうするよ。いつの間にかご主人様と奴隷になってたんだよね。クソマグロアタッキーやら。私ね、ずっと考えてたんだけどさ、ミラちゃんみたいなあんな素人でもあれだけ売り出すんだからさ、あんたなんか下地がきちっとしてんだから、その気になるよ。さ、多いですよ、心地よね、ヒロ。どう、その気になってみない？ね、私が聞こう。私どうかしてます。どうかしてるんです。私そんなことあるはず。リナ、マスオ君、時間が経つのを待つしか。
編成局ってどこ？3階だと思う。サンキュー。みんな今晩付き合えよ。いや、あ、みんな待て。氷川さんって結婚してたんだよな。子供までいるっていうのに氷川さん、なんであんなとこにいたんだってな。話ってそれだけ？あれなんだよ、信じてねえのかよ。じゃあこれ自分で調べてみろ。これマンションの住所。なんで私が。できてんだろな。少なくとも惚れてるわな。うん、俺にはわかる。もう会いたくない。ヒロとはな、別れた。だからみんな、私は勇気ないのに。ルリナはしばらく休めって言われてるの。どっちだって一緒だ。違う、勇気ないは有名かもしれないけれど、人を傷つけたり人に勝手なイメージや妄想や憶測を与えたりするいけない人なの。俺は朝倉里奈が好きだ。私はもう少しすると忘れちゃうかもしれないの。朝倉里奈って女の以上か。そっち入るのちょっと遅くなるから。ない、ないは一緒だ。うん、じゃあよろしく。さてと、何を話せばいい。奥様がいらっしゃるのに何ですかなんて野暮なこと言わんでくれよ。この世界ではよくあることだ。芸能界ってことですか。そうだ、今僕たちは芸能界にいる。首までどっぷり使ってる。違うか。最初は楽しかったです。見るもの聞くもの目新しくて、私なんかを人に注目浴びてちやほやされるんだって悪い気分じゃなかったし、氷川さんも真剣、私も真剣。氷川さんの熱心さはとても魅力的で、なんて言っていいのかよくわからないんだけど、ローマで二人でドタバタやってる時が一番楽しかった。甘い思い出にふけるのはよせ。君は今の自分に痛くご不満がおありのようだし、こんなところにいる僕にも不信と軽蔑の塊になっておられるようだが、僕に関して言っとくぞ。君のためにここにいるんだ。君のためにその女と寝たんだ。どこでどうひねり出したか知らんが、君の出世に関するガズネタを持ってきやがった。もちろん根も葉もない言いがかりだろうな。私と母とのことですか。私と若月翔さんとのことですか。そんなデタラメ今すぐ忘れろ。デタラメかどうかまだわからない。忘れろ。
って男目かけみたいなみっともない真似させられて。やめてください。もうそれ以上聞きたくありません。セレナはママとおじいちゃんの家なの。セレナの家にはもう帰らないかもしれない。だからパパとももう会えないかも。会えるからまた会えるよ。すぐ。ナイちゃんはパパのこと好き？うん、すごく好きだよ。けど取っちゃダメよ、ママがいるんだから。うん、分かってる。約束する。
のを引いてくれて、浅野君と喧嘩ばっかりしてて、ひろさんはなんか二人のお姉さんみたいにプリ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 怒ってて、でもなんか楽しそうで。片貝君、私のゴーストライターなんでしょ？違うよ、僕そんな仕事してないよ。今度は私の気持ちも少しは書いてください。入れたの？誰が入っていいって？お会いになりませんか？それでは。待って、ちょっと待ってよ。彼女はもう気づいてるようですよ。若月潮が自分の母親だと。何言ってるの？私子供なんか産んだ覚えないわよ。今日のところは追い返してもいずれ会わなければなりませんよ。会わないなんて言ってないでしょ。いいわ、会うわ。鈴木さん、あなたも一緒にいて。一人じゃ怖いから。コンサートを開くそうで、案内状と招待券を持ってもらって。さあどうぞ。ご都合がよろしかったらぜひ。どうして私が？私、若月紫音に聴かせられる歌があなたにあるの？私をコンサートに呼びつけて何を聞かそうっていうの？いえ、私ただ大層売れてらっしゃるそうだけど、若月紫音の再来だっていうバカもいるそうだけど、勘違いしてもらったら困るのよ。私はあなたとは何でもないの。血のつながりも何もないの、わかる？慣れ慣れしくうちまで訪ねてこられる覚えないのよ。あなたみたいな夫でのお姉ちゃん相手にしてるほど若月潮は暇じゃないわ。何見てるのよ。私を誰だと思ってるの？あなたなんかと絶対関係なんか。今日のところはお帰りになった方が。
分と会ってくださいますか。衣装合わせが一つ、その後山下工務店の山下社長とご会食を。誰その人。10年来の大ファンとかで、最近よく楽屋へ花を送ってくださる。ファンなら講演会に入っていただけば、いちいち食事してたら疲れるだけ。しかし山下社長は断って。これ誰だか分かる。これはうちの旦那とは会ってるわよね、杉ちゃんは。するとこの赤ん坊、今日コンサートでしょ。勇気ないの。行かれるんですか。はじめまして、勇気ないです。お客様というよりも大勢の友達に囲まれている気分です。東京に突然一人でポツンと出てきた時、当然友達は一人もいませんでした。一人増え二人増え、友達の友達はみんな友達だってどんどん増えていきました。一人一人会った時の思い出があります。一人一人会った時の思い出があります。その思い出はそれぞれに大切に胸にしまい込んであります。忘れることはないでしょう。ローマから帰国し、私は変わりました。
結城ナイと名前を変え、かつての田舎で芋姉ちゃんは大変身したようでした。途端に私の周りを今までとは違う人たちが取り囲み始めました。新しい友もできましたが、数は少なく、昔の友は遠慮と思いやりと引き目と嫉妬で私に近づく回数が減りました。悲しいことですが、それも仕方ないのでしょう。私はとっても孤独でした。さっきまでこの舞台に出るまで孤独で不安で暑くて暗い雲の垂れ込める雪景色の中に取り残された一匹の小狐のように、どうしていいか分からずただ震えていました。けど今分かりました。私にはこんなに大勢の友がいる。今まで見たこともなかったけれど、こんなに大勢の友が。結城内の寿命もそう長くはないでしょう。我々は次のスター候補選手を探している最中です。その中にうちのヒロも。そのつもりです。何より結城内と違って実績と経験があるのが強みだ。前向きに検討しますよ。あのヒロは氷川さんと肌が合わないみたいなんですけど。氷川君ね、彼はダメです。独断と増長が過ぎるんで社内でも問題になってるところですが、自分一人の力で結城内を大きくしたと勘違いしているバカもんです。いずれ消え去るでしょう。あとは私が完璧にやりますから、どうぞご心配なく。よろしくお願いします。何度も申し上げますが、くれぐれもこの件はご内密に。来年の話なんだがね、結城内を去る大規模なキャンペーンに使いたいんだよ。と申しますと。今詳しいことは言えんが、政府筋が絡んどるんだ。え？一つ間違ったら結城内は世間からソースターも食う、スター生命は確実に絶たれる。間違わずにうまくやりたい、お互いのためにな。少し早めに解除したぞ。前、開演1時間前。はい。そうだ。君に会いたいっていう人が来てる。若月志音だ。追い返しても構わん、自分で決めろ。会いたいです。短めに。あ、どうぞ。私のお花届いたかしら。ありがとうございます。わざわざ。この間は悪かったわね。いいえ、それだけ。あの、
じですか。途中私の時はどうだったかって考えてたの。初めてコンサート開いた時はどうだったかって。どうでしたか。何も覚えてないわ。私も人前で歌うなんて思ってもいなかったんです。氷川に踊らされてる。私がセミに操られてるみたいに。氷川さん前にこう言いました。私を口説く時に、お前が有名になれば行方不明のお前の母親ものこのこ現れてくるよって。その言葉に騙されたみたいです。それでお母さんは今日は現れるのかしら。さあ、大事な舞台に上がる前にいきなり引っ叩く親なんていると思う。いないわよね。来年芸能生活30周年よ。正義の話だと大々的にやるらしいわ。ぜひ見させていただきます。出るのよ。あなたは有名になればお母さん現れるんでしょ。このしょぼいコンサートじゃダメよ。第一あなたのお母さんぐらいの年の人、あなたの歌なんか知らないわよ。私のステージに出してあげる。私なら日本人100人のうち99人は知ってるわ。そのステージに出れば私の母さんは現れますか。多分。私下手な子が嫌いだから。上手くなっててよ、来年までに。下手なままだと出さないから。わかりました。楽しみね。楽しみです。映画若槻旬が交通事故を起こした。重体だ。この番組はいつも暮らしの中にライオンとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。